エルカチャンネル。あ、おはようございます。生きてますか。あ、ごめん、ちょっと飛行機がうるさくてよく聞こえる。おはようございます。あら、いつぶりですか、会うのは。去年ぶりですか。いや、一昨年ぶり。一昨年も経つと。そうか、最近なんか丸としか合ってないような気が。そりゃそうよ。だって俺のサプライズ誕生日会以来だもん。4月。ああ、まともに会うな。あれ、間でちょこっとあったよね。会わんかったっけ。覚えてない。でもそれはなるってすよ。あ、多分ね、一回会っとるよ。俺が熊本城主になったぜの素材で使おうとしたけど、ボツになってるか。いや、あれ間違って消しちゃった。そう、だから、現場行ってからの撮影になったんだけどね。あれだけど、ああ、じゃあ、俺のサプライズ以来か、みたいな。そうなんですよ。今、朝仕事行ってからの、戻ってきたやつですか。そう。いや、もう腹減って、腹減って。なんですか、お疲れ様です。エルちゃん。この間、水木奈々のライブ行ってきましたよ。見ましたよ。愛知行きの空で霧取港にお土産渡すじゃん。したら今から空港です。名古屋駅ってある？あるある。帰ってくれるんですか？そうね。もうしょうがないけん、会社にはちゃんと言っといたけ大丈夫でしょ。で、来週が石川が1デイ、最後が東京3デイ。エルちゃん。お土産どうぞ。中にレシートも入ってるんでお願いします。お土産だね。あ、こっち見せてあげてください。熊本で配られていた銀テープね。各場所で色違いでそれが出回ってます。と、ライブのタオルです。2800円だったんで、まあおまけして3000円で切りがよく。3000円だから2000円じゃん。いえいえいえ。何高くなってるんだ。四捨五入で切り上げっていう形取るから。あと丸も一応お土産って言って何か買ってたみたいだけど、またもうよかろうっていうことでこのお土産で渡したマフラータオルですよ。じゃあ、あとこれがライブ T シャツです。ほら後ろにちゃんといろいろ書いてあるでしょ。分かった、下に着とるって。はい、今回熊本はこんなカラーリングでした。エルちゃん。残りの公演は参加したいなとも思うけど。うん。じゃあ最後は東京でしょ。いや、それ行きたいなっていうのと疲れるなっていうののバランスが、多分疲れる方がこう高くて、で行くなら。付加価値をつけたいわけですよ。例えば今日の愛知に行くんだったら金シャチ横丁的なところとか岡崎城行きたいな。エルちゃん。ちなみにしれっとこの間5周年迎えまして、はい、もう6年目が突入なんですよ。私めんどくさいが買ってしまったがためにナナさんのライブに行きましたの最後の方にちょこっとだけお知らせがお知らせがあったね。残念なお知らせがあったんですよ。まあまあ今日も暑くなりますね。今から帰って朝ごはんですか。朝ごはんと昼ごはん。了解了解。ああ、もうほら何このお腹。ああ、お腹も。お疲れでした。どうもどうも。まあ本当どっか。さよなら。はい、ということでキリトに無事ナナさんのライブタオルを渡すことができました。参加したいって言ってたんですけど、スケジュール的に難しいってことだったんで。まあ渡せただけ良かったっすね。撮影ということで、今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺にかかってこい。